明けましておめでとうございます。どうもハイチです。2021年になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ではまず去年の振り返りを先にさせていただけたらと思います。で去年の目標がこちらですね。見れるかな。2020年の目標、まず1個目がチャンネル登録者100万人です。でこれはまあ本当コロナのことがあって自宅学習とかそこにスポットライトが当たったんですよね。それによってかなり前倒しで7月7日に達成したんですけど、前倒しで達成することができました。2019年の数字を見ると本当にギリギリいけるかいけないかみたいな感じの目標だったので、まあ、そういった意味ではねかなり早く達成できたのかなと思います。で2つ目が保護者の認知度アップっていうところです。でこれに関しては数字で測れないので正直達成したかしてないかが曖昧です。でも曖昧なんですけどやっぱり自分では決めた方がいいと思って、花丸は挙げられないんですが一応丸にしました。で今年、体感としても学校の先生とか保護者の方からの連絡、まあ、相談だったりとかいろんな連絡が増えたんですね。だから実際測ることはできないですけど、まあ、保護者の方にも割と知ってもらえたのかなと。で知ってもらえた上にまあいいものなのねっていうそのプラスのものとして受け取っていただけるのが、まあ、多分情熱大陸が大きかったんですけど、それもあって丸を、まあ、自分であげました。個人的に嬉しかったのが、まあ、まだありますよ、まだあるんですけど、自分の動画を例えばスマホとかで見ながら勉強してくれるじゃないですか。でそれを親御さんが見て、何 YouTube 見てんのって、いやいや勉強してるんだよ、えスマホで勉強できるわけないじゃないとか、 YouTube で勉強できるわけないじゃないって怒られるパターンってすごく多いんですよ。すごく多い。でも去年それで、まあ、苦しんでるっていうか、それを毎回言われてるっていうのを知ってたユーザーの子がいて、でその子がその情熱大陸のことがあって、お母さんが、あこの人だったらいいかもしれないわねって言ってくれたんですって来たのよ。これがね3件ぐらいあった。いやたった3件なんよ、たった3件なんだけどめちゃくちゃ嬉しかった。だからそういった意味では、まあ、ちょっとずつだけど変わってきたのかなっていうので2番目は丸です。で3つ目は三角にしました。勉強に困ったらとある男だよねと言われる存在へと、まあ、これも測れないんですけど、まあ上と同じで多少は広がったなとは思ってます。そう思ってくれてる方も増えたかなとは思ってるけども、これは絶対に満足しちゃいけない、もっともっと追い求めなきゃいけないっていう意味も込めて三角にしましたっていうので、まあ、全員合格はねまだこれからなんですけど、ひとまず去年の目標は以上となります。それでは今年の目標を発表していこうと思います。メインが3つ、サブが3つっていうバージョンです。ちょっとメインからいこうかな。じゃあじゃん、アナログでごめんなさいね。まず1個目が年間視聴回数 1.5 億回です。今年は登録者の目標は抜きました。やっぱり100万人っていうのがものすごく一個な大きなその通過点なんですよ。なんかやっぱり YouTube やってると、でそれを達成して満足したとはみじんも思ってないんですけど、やっぱり数字の目標は今そこじゃないなと思ってます。でどっちかというとやっぱりきちんと見てもらう、使ってもらわなきゃダメだよね。自分100万人、126万ぐらい登録者いますけど、アクティブで使ってる方ってやっぱそこまで多くないんですよ。昔使ってくれてて、でも YouTube ってみんな登録外さないから、だからそのままいてくれてる、登録してくれてて数字が徐々に徐々に増えていってる状態で、もちろんそれは悪いことじゃないと思ってる。自分のチャンネルにおいてはそこを嘆くつもりはさらさらないんだけれども、今の学生、今が使ってくれる対象になってる子たちがテスト前だけでもいい、普段の勉強でも使ってほしいけど、テスト前とか受験前だけでもいいから、きちんと使ってもらってきちんと役に立てるコンテンツじゃなきゃダメだよね。そのためにもやっぱり再生回数って大事だなって今すごく思ってます。でちなみに去年2020年が 1.2 億回なんですよ、年間再生数が。だからプラス3000万回です。結構えげつないと思うこれに関しては。そうだけどもやっぱりそのぐらいきちんと見てもらえる存在になりたいなということで、これを一番に掲げました。そして2つ目が先生とイベントと書きました。まあ、自分はですね去年保護者の方っていうのをねテーマに挙げてたんですけども、あの学校の先生の社会的地位向上っていうのがすごく自分の中の大きなテーマであるんです。それがなること、それをきちんと成し得たら、結果的にその生き生きと先生が仕事することができるようになったら、その授業を受けている子どもたちが幸せになるはずなの、間違いないと思ってる。俺の中で大事なこと、何かの例えば岐路に立って選択肢を選ばなきゃいけない、どっちの道行くかなって選ばなきゃいけない時の選び方ってもう一つしかないよ。子供にとって有益かどうかだけなんだよね。
だからより有益になる方を選んで生きていきたいの。でその中でやっぱ学校の先生が働きやすさって今めちゃくちゃ大事だと思ってて、で、まあ、先生にも知ってもらったけども、じゃあ実際に交流があるかっていうとまだそんなにないんだよね。結構講演会に呼んでいただいたりとかは増えてきたけども、だから講演会とかもそうだけど、例えばそこの生徒さんに先生と一緒に授業をしたりとか、なんかわかんないよこれはね、具体的に決まってないんだわ。それを見つけてじっと実行に移すっていうのが今年の目標なんだけど、学校の先生と、俺は YouTuber だけど、 YouTuber が何か一緒にイベントをする、子供たちのためにっていう、同じその旗を掲げて子供たちのためにっていう同じ旗の下で一緒に何かを作り上げていくっていうのを今年やりたいなって思ってて、これを2番目に掲げました。そして3つ目、ちょっとこれはね、例年に比べると変わった目標なんですけど、かっこ悪いを見せていくっていう。でこれは書くかどうか迷ったんですけど、自分の中で今すごい大事なテーマになってて、これがでやっぱり書かなきゃダメだと思って書きました。っていうのもですね、自分なんていうのかな、恥ずかしいとかかっこ悪いっていうか、こう目立つことが苦手なんですね、まあ、こんな仕事してますけども。でかっこ悪いなとかダサいなっていう自分になる、なった方がいい場面で一歩引いちゃうんですよ。そう、うってなっちゃって一歩引いてしまう。でそれを一歩引いた自分を後で後悔するのがものすごく多い。もうそれ変わりたいなと思って、そうだからこれをやるためにどう変わるかっていうのはまだちょっと正直分かってない、そうこれをするためには。けれどもこれを毎日見ることによって、もうちょっと暗示をかけたいの、自分の中で。じゃあ俺は、だって俺かっこ悪いとこ俺が一番知ってんだもん、自分のダサいところとか。それを隠そうとしてんだよね。違うって、それを出す、まあなんだろう、動画とかでさ変なことやったりとか出すことはあるけども、なんか根本的にもうちょっとちゃんとかっこ悪い姿を見せることが実はかっこいいっていうのを40歳までに作りたいんよね。なんていうのかな、みんなから見てちょっと抜けてんなとか、ちょっと変なんかダセーなって思うんだけど、なんかでもかっこいいよねこの人っていうのってわかるから、多分芸能人の方とかでもいると思うんだけど、なんかやっぱりもう35だし、もう3月36になるから、なんかそういった大人というか、そういった姿を見せていきたい。やっぱり俺すごい完璧主義だったの、今もそうだけど、でやっぱ学生の時って完璧主義の方すごく多いんだよね。でそれ完璧主義って他人じゃなくて自分に向かうんだよ、学生の時って。だから自分にダメ出しばっかするでしょ、みんな短所ばっかり見つかるじゃんか。でもいいんだって、かっこ悪かったりダサい自分だって、それもいいんだってっていうのを自ら見せていきたいってすごく思ってて、でそれを3つ目に書きました。そして最後、全員合格、これはねもう欠かすことができない目標なので書きました。そしてプチ目標を3つ書きました。じゃん、変なのあるよ。まず本50冊読むって、これ読むやつです。自分が1週間に1冊ペースで50冊以上読んでいく、俺あんま最近本読めてなかったから、読んでいくっていう。でなんか裏目標として、裏目標っていうか、今年はね頑張りすぎないっていうのが1個実はあるの。それはサボるとか動画投稿がゆっくりないとか、そういう話じゃなくて、なんていうのかな、自分の時間とかそういうのをちょっともう切り詰めすぎてたのね今年。だから本読む時間がないってダメだなと思って、そういった意味で頑張りすぎないというか、ちゃんと自分のペースで歩いていく、自分磨きもそうだし、そういった意味でもまず本50冊は読もうっていうのがまず1個目です。そしてどこピント合ってる、頑張って。2個 CM に出るです。これはね名刺にも書いてて、なんかこれはね人生経験としてねしておきたいんよね。なんか人生でできること、まあ、CM 出るなんてなかなかできないし、もう当然できないんだけども、やってみたい。そこで目立ちたいとか人気者になりたいはみじんもないんだけども、 CM を作っているっていう現場に行って、そこの経験をしたいのね。そうで俺本当に不器用っていうか下手くそっていうかね、初めてやることに関してめちゃくちゃねもうダメなのよ。本当みんなが思ってる以上に、何か俺初めてする時って超下手くそなの、いつも失敗する。だから多分この CM 出るって時もきっといろいろやらかすかもしれない。でもね、俺一個だけ自分に自慢できることがあって、最初失敗するじゃん、でも失敗から学ぶのはめちゃくちゃ俺できると思ってんの。すごくそこで、まあ、へこんだりもするけども、失敗したことから学んで自分のスキルアップレベルアップできる人間だと思ってるから、それも込みで経験したいなっていうのが2つ目。そして最後、ふざけてないよこれ、メイク動画、これはね聞いて、これ聞いて、理由がある、動画止めないで、
自分さ、そのなんていうかあるじゃん、男性がさ女性 YouTuber にメイクしてもらう、そういう動画を撮りたいって思ってる。なんでかっていうと、もう俺さ本当36になるからさ、もうちょっともう限界なのかもしれないけど、俺がこうメイ本当にねガチガチに上手い人にメイクしてもらったらどんなんなるんだろうって経験してみたいんよね。で動画のネタとしてもみんなにもちょっと見てほしいし、でやっぱそれは若い方ができるじゃん。もう俺若くないけど、そうだからなんかもうずっとこれ思ってたの、ここ2、3年思ってたけど叶わなかったから、やっぱり書いて声かけなきゃ。そう、わかんない、誰に声かけるか決めてないけどって思って書きました。ということで、駆け足になりましたが、今年はこの6つですね、これが目標でやっていきます。だから2021年の12月31日だね、ちょうど約1年後、これがどれだけ叶ってるか、そして俺がねどうなってるかもちろんわからないんですけど、でもですね、今年は実はちょっと悩む年かなってなんとなく思っていて、去年は辛かったんですよ。本当に去年いろいろ辛いことがあって、いやすごい嬉しい瞬間いっぱいあったんですけど、実はすごい悩んで辛かったんですよ。で今年は悩むっていうのがなんかね、辛さを伴う悩みっていうよりも、何かの新しいことを踏み出したりとか、人生の選択肢があるがゆえの悩みっていうのがきっと、まあ、つきまとうというか、そういう年になるんじゃないかなと思ってます。だから、まあ、悩むから結局ね、いろいろ辛かったりするのかもしれないけれど、みんなからさ本当にコメントとかたくさんもらって、それからそこからエネルギーをもらって、で自分もみんなにねエネルギーをお返しできるような動画を撮っていってっていう、まあ、今までと変わらないけども、そこはそういったものの中で自分も一歩一歩頑張っていきますので、ぜひ2021年もよろしくお願いします。ぜひいい1年にしていきましょう。コロナがあってさ、本当に2020年はもうぐちゃぐちゃな年だったよね。特にみんなのがそうだったと思う、学生のみんなの方が。で2021年もさ、大晦日に東京で1300人コロナが出ちゃって、今まで過去最高記録しちゃってさ、で もちろんすぐ収束するなんてもう微塵も状況的にはそう思わないけれども、そのコロナがある中でもみんなが少しでもね、そうなんていうのかな、楽しいというか笑顔の瞬間が、まあ、自分の生きるその指針がね、教育で子どもたちに笑顔の瞬間を作るっていうのが一個のあるの、ポリシーとして。教育で笑顔なんて作れなくねってよく言われるんだけど、でもさ、勉強ができるようになったりとか、テストの得点が上がった瞬間ってやっぱり笑顔になると思うよね、俺は。だからそういったことしかできんけど、でもみんなが学校で勉強するとか、まあ、もしかしたら本当にこれからさコロナ増えちゃったらまた休校になる可能性もなきにしもあらずだから、そういった時にそっとね、本当にちっちゃなことしかできんけど、ちょっとみんなのことが支えられて、で教育っていう場所で小さな笑顔かもしれんけど、それをみんなに作れるような存在でいれるように頑張っていきますので、ぜひね今年もよろしくお願いします。なんか繰り返し言ってる気もしますけど、ぜひね2021年もいい年にしていきましょう。今年もどうぞよろしくお願いします。